こんにちは。川田です。朝買い始めます。7月29日、金曜日になりました。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。ということで、昨日上がってよかったですね。ということなんですよね。えっと、まあ、アマゾンとアップルの決算出て、その後、非言後でも少し上がっています。 でですね、あの、マネックス証券で半年に一遍ぐらい私にあの依頼があるんですが、えっと、米国経済を味方につける資産形成塾ということで、あの、またまた SP500 の魅力を語る会に、 え私が講師として参加します8月8日月曜日今度は夜8時じゃなくて夜7時のスタートなんですよねあのぜひよろしくお願いします今ちょうどネタを作っておりましてまあ、同じメッセージなんですけども実は SP500 をずっと買い続けるとか持ち続けるとかっていうのはですねそんなに簡単ではないということをもう1回強調,強調して皆さんと一緒に資産形成を進めたいと思います でですね、EMAXIS <laughs> ミニスリムっていうんですか、SP500 の投信ですけども、なんかきのの日経の床に出てましたですね、あのえー、と残高ではアクティブ投信の、えーと、ごめんなさい、公募投信の中ではアライアンスに次いで2位ですか、ただし資金流入量では確か、えーえー、と1番になってましたですね、1兆3500億円ぐらいなんですけども、えっ、ー、とまあ、い 1.3兆というんではちょっと違う、桁が違うと、私の目標はですね、やっぱり10兆、20兆と言いますのは、はアメリカに30兆、40兆のファンドが数本あります。なので、日本にもですね早く SP500 で,です、ね、10兆円単位のものを何本か作るようにと、まあ、特にこの EMAXI スリムっていうんですか、これいいじゃないですかねあの。まあ、私も買ってますんで、皆さんも一緒にこれ買って。あの 資産形成しましまょうこれ、過去1年ですけども、株価はあのもちろんあのドルでは下がってるんですけども、円安もあって、ですねそんなに下がってないですよね。まあ、特に今あの円、若干円高になってきてますから、ぼちぼちとですね買い進めていくのがいいんじゃないですかね。あと、これは今日これからまたやりますが、えーっと、保険募集人と IFA のための日経新聞実践読み方。 ととということで火曜日と金曜日日金に9時からやっております、まあ、コマーシャルが長いと思われる方はですね、コマーシャルっていうか、私はコマーシャルっていうつもりじゃなくて、これはね、皆さんのためにと思って、日本のためにと思ってやっておりますので、えー、ここが必要ないという方はすっ飛ばしてということで、だってスーッとスワイプするや、スワイプじゃなくて、カーソルずらせばいいんでしょあのそれをですね、あの、なんか <laughs>、私に言っていただいてもですね、ちょっと横を指で右横ずらせばいいじゃない、だけじゃないですかね。 ということで、今日は私は9時からやります。火曜日と金曜日ですね。で、えー、参加者はです、ね、保険募集人とか IFA の方なんで、えー、ここにもしご希望の方はあの申し込んでください。結構な人数の方はです、ねえー、と参加いただいて、本当、私はう嬉,嬉しいですよ。で、o o m で顔出し、名前出し、まあ、これができないという方は、まあ、こでいいですね。 はいえっと、それで、えっと、毎週水曜日の8時のオンライントーク、これはですね私のサロンの方なんですよね。で、前回はですね、熊倉さんがオール街のランダムウォーカー、すごい、彼、熊、やっぱりしかも a b a プレゼン作るの上手だし、私の、私よりもずっと上手だし、あいつ、頭にな、あいつ、あのなんかね、あのまた本を読み直してっていうことで、50ページぐらいのフリップ、スライド作ってましたから、えー、DMM のオンラインサロンですが、入っていただくと、 馬のサロンが、あのスライドがですね、あの見えます、読めますので、えー、あのもしごご検討ください。それからあの8月3日ですね、休み 思思っっててたんんですけども武者さんの,あの農業船ツアーがあると思って私、参加できないと思ってたんですけども、できること、あのなんかコロナで中止になったということで,です、ね、8月3日どうしようかって言ったら、やれやれっていうので、じゃあ私があのバロンズダイジェストの利用法をですね、私20数年間バロンズやってますんで、これの,あの読み方とか利用の仕方をですね、あの皆さんと勉強してみたいと思います。これが8月3日。それから、お手盛りさんという私のずっと長い、親しいと 友達がですね、元ファンドマネージャーだったんですね、日系の運用会社で。今はそうじゃないんですけども、その時のを振り返っていただいて、まあ、特に彼は日本株とグローバル、アジアが強かったと思いますんで、そこら辺の知見をみんなで勉強したいと思います。それから、17日は藤井さん、Die with Zero ということで、ビル・パーキンスという有名なあのなんかイベンジャリストっていうんですかね、あのまあ、この人の書いた本でですね、お金の有効な使い方っていうのを、あの 本書いてますんで、これを藤井さんから解説してもらおうと思っております。24日がまだ決まってないんですよね。で、えー、っと土曜日の10時にですねえー。土曜日の午前。 9時からですね、PTX で、これはあの人生を豊かにする日経の読み方をやっております、うんで。これは8月6日はですね、ちょっと私のですね、休みじゃなくて、ちょっと悪巧みを、えーと、日本の資産形成にためになるような悪巧みをちょっとやっておりますので、えー、8月6日の土曜日はお休みで、ただし今週、あした、<laughs> あ7月30日はあります。あのまだ PTX でお申し込みいただければご参加いただけます。で、メルマガもやっております。 で、新聞の読み合わせは、サロンのメンバーとやっておりまして、これがまた藤井さんにリードやってもらいますね。8月6日お休みです。で、これがメルマガの購読方法、サロンの入会方法ということで、メディアはですね、昨日昨日か、一昨日か、大倉博士が出演しまして、これが一旦隅ですね。次は私が、ストボが来週ですか、出てまいりますよ。はい、それから、やっと、そう、あの、主要指数になりましたが、使用指数は昨日上がってよかったですよね。 あのこれで7月ももうあの残すところ少なくなりましたが、えっと、月6月の下落率をですねとりあえずはあの、まあ、取り返した格好になってるんですよね、でも 9%, 9下がったものが10%下がってやっとチャラぐらいじゃないですか。ということで、ええっと、半導体指数なんかはまだ下げたりあの、取り返してないということですよね。あの sp500 もこれ8.4%も下げましたから、まだ取り返してないということです。これが sp500 で、まあ、こう、あの、よく上がってますよね。で、これが昨日、スルスルスルっと上がって、トコトコトコっと上がって、引け後にまた1%弱上がってます。ということでですね、えっ、ー、と、これがビックスシス。で、これがですね、ナスダック100ですけども、え、こっから、えっ、ー、と、ほら、12924まで、これだいたい40ベースシスぐらい、あの、 40ポイントぐらいあの先物は高かったんですけどあの、高いんですけども、そこ、引け後、の決算出た後ですね、えー、と1、2、9、2、4になって、今、ちょっと、もうちょっとや低,低かったですけども、まあ、この1万3000近くまで来てると、これがね、6月2日なんですよね、で6月16日、六月十六日が大底かとかもう、もうまた戻ってくるに違いないと思ってる方も多いと思うんですけども、まあ、1万3000まで来ましたからね。 ということです1万3000円まだ来てないですけども、来たらいいなと。で、これが、えー、と日々の、えー、変化率ですけども、ここにほら、えー、と27日、えーと、水曜日ですか、4%きょう上がって、でその後昨日上がって、えーと、0 9に上がってるわけですよね。で、これで6月2日ぐらいのところまで来てます。SP500 は6月8日ぐらいのところまで来てるかな、まあ、まだもうちょっとですか、ぐらいですね。 で、まあ、マーケットの材料としてはですね、GDP、あの、マイナス0.9%と前年、前期比年率なんですよね。GDP の数え方はね、あの、やっぱり正、正式に勉強しないとなかなか、あの、しっかり覚えれない方も、私もそうなんですけども、GDP は前期比年率というふうに表示するんですよね。これがマイナス0.9です。まあ、中身はということで、こう、後でちょっと言いますけども、 あとはアマゾンが時間外で12%上がりましたですね。それからアップルは1.7%ということです。で、パウエル議長の記者会見、これは1日前ですね。リセッションという言葉が28回出てきたと。で、これリセッション、リセッションを認定するのは NBER。 全米経済研究所があの2四半期連続でマイナスだったらリセッションと言うんですけども、今回はリセッションと認定しないんじゃないかというようなことらしいんですよね。でただ、テクニカルリセッションという言葉が出てきてました。もう本当にもうわけわからいということですね。ということで、な、え、ん、っと、でということで、数十年ぶりの高インフレでし消費支出が抑制された、利上げで企業の投資や住宅投資、まあ、ここまでかかったみたいですね、投資と住宅,と住宅需要に影響が及んだ。 で個人消費は1%増、まあお金は、個人はたくさんお金持ってましたんでね、ということです。で、えー、とあとは大事なのは、バイデン大統領と習近平主席が電話会談,電話会談を行ったと、これはあの今日の日経の一面でしたですかね。で台湾についての取り扱い、あのペロシさんが台湾行くとか行かんとかって、まあ、行くことになってるんですけども。 あそ,れにそれに対していろんな応酬があったみたいで、こんなのはもう水面下で話することで、えー、トップ同士の話はですね、まあ、ある程度お、筋書きが決まっていると私は思ってます。で、利上げの観測、これ、まあ、あのパウエルさんはですね、前回、オートパイロット、自動的に利上げするんだよってなことで、市場の不信感を招いて株価下落を招いた。でも今度は、オートパイロットという言葉は使わなかった。データを見ながら、まあ、9月をどうするかと。 今のままですと、まあ、後で見ますけど、ポツゴの利上げなんですけども、まあ、それで、ポツゴするかどうかっていうのもありますよね。で、ほら、次回の会合でも異例の大幅利上げ、もし、これ、ポツ7号が適切かもしれないが、それは今からこの時,時まで、その時までに得られるデータに左右されるという、まあ、データドリブンということですかね。ということで、これで、まあ、マーケットの信頼を、まあ、少し勝ち,勝ち取ったというようなことなんですよね。 で、これがですね、えっと、リケシ NBC、何日か前見てたら、みずほの小野さんというあの有名、本当はあの人も頭のいい、なんかクリアな喋り方する人で、この NBER が景気判断で重視する項目、GDP のマイナスだけではですね、リセッションと決めつけないっていうんですよね。こういう個人消費だとか、個人消費、所得、販売、小売販売、広告業生産。 まあこんなところがですね重視して、それでまあインフレかどうかを決めるみたいなことを言ってましたですよね。これ、ネット見てもですね明確な定義ってある,あるのかなないんじゃないかと思うんですよね。景気後退と決める定義をね、というようなことでした。あと、これ、いつもの10年歳、2年歳ですけども、若干縮まってきましたですね。ここは今までずっと逆イールドだったんですけども、17になってきましたから、これがっというのは、 えっと、昨日これ、ほら、10年祭もずいぶん下がりましたけど、2年祭も下がったんですよね。まあ、これがだからさっきトランプさんの、パウエルさんの発言以降の動きなんですよね、ということです。で、これがフェドウォッチですけども、ほら、9月の22日ですえごめんなさい、21日が次,次回の FOMC ですが、今、誘導レートが2.5ですから、ポツ5上げるっていうのは体制を占める、4分の3。 で、いや、そうは、そうじゃない、ポツン2、ポツなら5を上げるんだという思ってる人が、えー、26%ぐらいいるということですよね。で、えー、年内のレートがですね、今0.25って言いましたから、2.5って言いましたから、あと1%が高いところが誘導レートだと思ってる人が一番多いということです。ちょっと前までほら4、4%ぐらいっていうのもありましたからね、ここからずいぶんこうなっています。はい。 でこれがですね、えー、と実質金利ですね。実質金利というのは名目、10年歳でいくと2.671から、まあ、北インフレ率を引いたということなんで、まあ、実質金利0.36%ぐらい、少し落ち着いています。これがまあ下に行くほどですね、まあ、金,利金融緩和ということで、まあ、インフレを引き締めると。インフレを 封じ込めるためにはです、ね、これが実質金利がプラスでないと、そもそも効果がないということをずっと言われてましたんですよね。で、えー、っとこれが期待インフレ率ですけども、これはあんまり変わらずに、若干ちょっと上がってますけどね。はい、で、これ、ガソリン価格は毎日のように下がってまして、4.278まで下がってきましたということです。で、これがまあいいやということで、これは5%ラリーが今こう、えー、IT バブルでも。 えと金融危機でも11、2回あったということを言ってるわけですよね。で、こ,、まあ、これ、で、プラットフォーマーの決算、まあ、このアップル、アマゾンまで終わって、で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、こどうですか、あのこれはプラットフォーマーの,あの株価なんですけども、アップル、まあ、この、これ、えっと、引け後の値段が入ってるのかな、入ってないのか、ちょっと反映されてるか、ちょっとこのチャート見にくいんですけども、入ってないかもしれませんね。で、えっ、ー、と、あ、アマゾンについてはですね、 えっと、バロンズで、今週号のバロンズで大々、大体特殊、株価2倍の可能性もということでやってましたんで、もしアマゾンについて知りたければですね、バロンズダイジェスト、ネット証券で講座をお持ちの方は全員ご覧になれるはずなんで、見て読んでみてください。こういうの私ずっと作ってるんですよね。で、えっと、これアマゾンがですね、137まで10%以内、引け子から上がっております。で、これがアマゾンの、ほら、ピューンとこう上がってるんですよね、引け後に。 13.53% 13. 上がってた時のスクリーンショットです。で、これがアップルですけども、アップルはですね、3.48%、もうちょっと上げを縮めたかもしれませんですよね。でも、気がついたらもう160ドルもしてますから、高値が180ドルですからね、183ドルだっけ、なんで、もう1割強じゃないですかね。 ということでこれがインテルがですね決算出てダメだったんですよね引け後に何か89%下げてましたですねこれ2018年のレベルなんですよねはい で、これでですね、えー、っと、これは自家総額ウェイトで見た決算発表、えー、スケジュールで、これが60兆円、えー、700兆円、800兆円と決算出て、まあ、これが出終わって、もうこれで明日からはですね、今晩からはですね、もう決算発表としてはそんなに大所はないというようなことになっております。これが a a i の個人投資家の、まあ、センチメントですけども、 これはあの水曜日に発表になりまして、水曜日まではパフォあの株価はそんなによくなかったですから、あのー、ま,あまだブリッシュはそんなに多くないし、ベアレッシュは高いままということになっております。で、あとこれ、オークラー博士にもらったんですけども、これ、えっと、モルガンスタンデーがですね、えっと、JP モルガン,んさルガン,ンー、JP モルガンがですね、もう EPS、PER はですね、ここら辺でいいよというようなことを言ったらしいんですよね。まあ、いいよというのはもうあんまり下がらないでしょうと。 つまり株価としてはね、えー、業績さえ伸びればですね、株価としてはそれほど下振れしないんじゃないかという意味のことをですね、リサーチレポートで言ったと。これ、えっ、ー、と、なんて言うっ,っけな、えっ、ーと,えーえー、と、そう、ラコス・ブヤス、ブ,ブ,ブハス、ブヤスっていうんですよね。ドゥブラッコ、これはもう名前言えないんですよね。で、これはバロンズでも常連の人です。で、これはたい16、予想利益に対して16.4倍ですから、過去20年以上の 30年以上のですね、まあ予想 PER のざっくり平均値まで戻ってきたと。まあもちろんこういうのは金利との見合いで語られるべきものではありますがということです。で、これが、えっ、ー、と、指数の過去5日間、1ヶ月、それから過去年初来で過去1年と。どうですかまあ半導体戻ってはいるけど、まだ足らんですよね。はい。で、業種別では、えっ、ー、と、昨日は コミュニケーションサービス、まあ、その前までが高かったんですよね、昨日安かったです。で、これが業種別で、えー、っと、エネルギーは過去1か月だとやっぱり弱いです。でもエネルギーはね、これは一番安いところから見ると結構戻してるんですよね。侮れないです。昨日も原油は高かったですしね。で、これが決算スケジュールで、今週、もう金曜日はウェアハウザーフィリップ、フィリップス66、エクソン、あ、エクソンシェブロンですね。 で、この後、だんだん氷になってくるということですよね。はい。あソニーが決算。これ、東京時間でしょうか。で、えー、箱田さんと私はあの対談を収録しておりますということですね。で、私の銘柄、あ、これはダウですけども、ナスダック。私の銘柄、MSCI が、これ、26日に決算出てましたですね。私はあの朝買いやってなかったんですけども、で、えー、4.66上がってるということなんですけども、 これがですね、MSCI なんですけども、今474ドル、高値650ドルぐらいありまして、結構下げてましたけども、ここもと400ドルから、まあ、2割ぐらい戻してるということになりますよね。はい、これがだから、去年の6月ぐらいの水準まで戻ってきたということですかね。じゃあ、この MSCI、ねえー、をナスダック100で割る、つまりどっちを買った方が良かったのかということですと、過去5年間ではで、ね、MSCI 買ってて良かったね。 だけど MSCI 買ってたら SP500、ナスダック100よりも損してたね。でもここへ来てまた MSCI の方が良かったね。まあ、そういうようなことを続けております。で、これが過去5年間のうちの2020年ぐらいからだと、まあどっち買ってもそんなに変化がなかった。でも2018年ぐらいからですね、買っとればですね、MSCI で良かったねと言,言えるっていう、そういう意味のことです。 で、これはですね、じゃあもっと長くして、2008年から MSCI を買ってたら、最初の7、8年はですね、ナスダック100の方が、あの、あれ、こう、良かったっていうことですよね。だけど、その後10年近くはですね、MSCI 買ってた方が良かったと。まあ、まあ、こういうやつは持っていいと私は信じてるんですけど、やっぱこういうところもありますよね。割り負けしてるっていうところもありますから。まあ、それと一緒なことがですね、ゼブラ。ゼブラって、あの、 ジブラテクノロジーズですが、これは決算は8月1日だっけな、もう,もうちょっと2日かなんかだったですね。で、これがですねやっぱりあの景気況感に左右される銘柄で、上がるときはこんなに上がるんですよね。だけども、その後ずっと a ス d ック100には割り負けしてて、で、えー、その後またこれ割り負けしてると。 そうやってみると、まあ、こっからこう、右肩上がりになってほしいんですけど、この2001年あたりが異常だったと思いたいと。これも長期投資の銘柄だと私は思ってるんですけどね。で、これが、えっと、私の個別銘柄で、昨日、過去5日間では、SML が6%強上がっているということです。サービスなお決算出たんですけども、もう一つ、まあ、もう一つ冴えないなと思いながらね、何が問題なんだかなと。はい、以上です。こんな感じですね。じゃあですね、えー、っと、まあ、 えっとまあ、マネックスでもやりますし、それからあしこのあと新聞の読み合わせもやりますし、明日もであしテも PTX で日経新聞、人生が豊かになる新聞の読み合わせやりますし、いろいろ企画満載ですので、今ご後ご期待ということです、はい、どううもありがとうございまましした失礼します。